ちらは福岡市のですね、キャダルシティ博多にでございます。皆さんこんにちは、大分の高千穂親方です。今日はですね、福岡に来てます。もうね、2月入ってこう毎週末こう山口行ったり熊本行ったり、そして今日は福岡なんですけどもね、もうなんかお金が持たないですけど、今回ですね、福岡に来たのはですね、実は音楽のですね、ライブ3連戦でございます、ね。実はもう午前中にこちらですね、キャナルシティでは、キミカさん、歌姫のキミカさん、そして今終わったのが足立かなちゃん、そしてこの後ゼップ福岡でリンのライブに行ってまいります。本当音楽三昧、ちょっとね、ここ最近青年なんで忙しくて、また来週も忙しくなりますので、今日はちょっと本当に時を忘れてですね、楽しませていただいておりますということでですね、キミカさんの、ですね、握手会とかそのライブについては、写真ベースで、で、今からですね、足立かなさんのライブをですね、ライブというかレポを今からこの博多の地で行います。足立かなさんってご存知でしょうかね。この LINE のですね、なんかミュージシャンというか、その、まあ、音楽こうでですね、非常に有名になった方ですし、まあ、私自身は実は NHK 高校講座に一時期ハマっておりまして、その中で国語表現だったかながございまして、それの司会をされているのが足立かなさんでございます。もう見た瞬間、本当ね、顔立ちが整ってて、まあ、綺麗な方だなと思いました。岐阜県出身でこうソフトボールとか野球かなんかされてたということで、なおさらこう印象を持っております。で、今これ、まあ、自撮りタイプで撮ってるんですけども、まさにこの高校講座ではですね、足立かなさん最後こう自撮りとかこうしながら撮影してたので、まあ、今回それをちょっと真似てやってますけど、ちょっとね、周り人が多くてちょっと恥ずかしいんで、ちょっと声小さいんで、ちょっと形を変えてレポートします。ということで、足立かなさんはですね、2月の12日にですね、2枚目のアルバム愛というアルバムをリリースされました。今回ですね、そのアルバムの、まあ、リリースイベントということで、まあ、全国各地を守られております。で、今回このですね、キャナルシティ福岡が最後のですね、まあ、イベントの場所ということでございます。ということで、ミニライブと、特典会というのが行われました。ミニライブでは3曲歌が歌われました。で、その後ですね、特典会があるんですが、この CD、 今回私が持っているのはこれ初回限定の B 版なんですけど、CD とこうフォトブックがついてて、まあ、4000円弱のでございます。まあ、本来ですと、その A、B と通常版だって、それぞれによって例えば握手会があったり、ツーショットで写真を撮れたりというのがあったんですが、今回やっぱり皆さんご承知の通り、昨今のコロナウイルス影響ですね、新型コロナウイルスで、しかも九州でもですね、感染者が出たばっかしということで、残念ながらちょっと握手会やですね、そういう、まあ、接触機はダメということで、代わりにこちら、じゃじゃん、これですね、このリリースイベントだけでもらえるそうなんですが、アナザージャケットというのをご本人から直接いただきました。ですね、まあ、3曲歌を聴きましたけども、本当にね、可愛らしいというか、こう落ち着いた声で可愛らしい曲を出されてて、で、ちょっとすみません、曲目はですね、まあ、調べて後でやるかもちょっと割愛しますけど、このアルバム曲からも出ております。で、まあ、こう20歳になったということで、いろんな挑戦をされたいということをおっしゃってました。例えば憧れのアーティストと実際今回この2曲目かな、にコラボをされたり、そして、なんだったかな、あ、忘れました、ちょっと今ですけど、いろいろと、あ、とかバンドマンと一緒にやるということと、そしてもう一回ですね、最後のこのアルバムのイベントの2曲目だったのが、男子の目線で書いた曲をこうかかね、披露されたということで、それも初挑戦だそうですね。こう地元の幼なじみの男の子にどんどん電話して、今こうしとるとか言って、で、まあ、その男子の気持ちで立ったということです。今回のその、まあ、リリース企画を見ると、やっぱりこう男性が多いですね。私ちょっと、もうちょっと女性が多いと思ったんですが、もちろん女性も多かったですし、やはり若手ですね。まあ、私も若者ですけど、もっと若い10代、20代の子が多かったです。で、やっぱり男性が多かったのが私は意外だなと思いました。で、ですね、実際これ、アルバム、このジャケットで本人からこう回すんですね。特典券もらって。並んで、も私結構最初の方でしたので、で行きました。で、
いよいよ本人と足立佳奈さんと出会うわけですよ。まあ本人はですね、このマスクをねされておりまして、もう目しか見えませんが、まず目が見えた瞬間、やっぱり目が綺麗、大きいですね、パッチリ二重、羨ましいですね。もう私も実はバッチリ二重なんですけどね、もう全然いい方向には働いております。で、まあ足立佳奈さんと会って、ね、このカードをですね、こうやって受け取るわけですよ。まあね、ちょっと握手ができないということで残念でしたけども、仮にちょびっとだけ、ごめんなさい、あれ変なこと言いますが、指先と爪の爪ぐらいはちらっと触れました。で、その後4月に今度4日にですね、福岡でライブ、ワンマンライブを行うということで、まあ頑張ってくださいということですね。まあ、私すみません、行きますと言ったんですが、その日よく考えたら地元のお祭りで行けないんですね。去年札幌遠征でちょっと地元のお祭りサボったら怒られましてですね、今年はもう行かなければならない、そういうことで、まあ行けないんですが、まあ足立佳奈さん頑張ってくださいということでですね、今回このリリースイベントにも参加いたしました。帰りに車、まあ大分帰ってから車になるんですけども、車の中で早速聞きたいと思います。足立佳奈さん、本当可愛らしい方ですし、本当多分上手で、声量がやっぱすごくて、ね、こう可愛らしい声で引きつけられますね。まあ、ぜひね、この4月のライブはじめ、これからの活動も頑張ってください。ということで、今回は足立佳奈さんのリリースイベントについて、ご案内いたしました。それでは、今から私は、デップ福岡に行ってまいりますので、またディーンのライブでお会いする方、よろしくお願いいたします。それでは、